ルズの皆さん、ご登場いただきましょう。どうぞ。もっと手前やな。これ、上がらないな。もういいかもしれない。こんな感じやな。皆さん、こんばんは。こんばんは。そして、メリークリスマス。私たちは亀山を中心に活動しているご当地アイドルグループ KSG 亀山シャイニングガールズです。よろしくお願いします。お願いします。午後に続いて2回目のステージ、ペンライトを持って盛り上がっていきたいと思います。イエーイ。それでは1曲目いきたいと思います。カメラやりながら難しい。Thank you.
自分を信じ、仲間を信じ、未来へ向かって羽ばたこう、そんな思いを込めたメッセージソング僕たちの未来でした。寒くなってきましたが大丈夫ですか？頑張って盛り上がっていきましょう。芸能クリスマス楽しんでください。それではもう一曲新曲恋愛方程式、皆さん一緒に楽しみましょう。でしたね。はい、ではちょっともうちょっと前行きましょうか。ファンの方々もいらっしゃいますからね。はい、はい、さあ芸能クリスマスで踊るのは今回が初めてですか？はい、初めてです。どうでしたか？はい、もういつもと違った雰囲気で、こんなにイルミネーションも綺麗にやって、こういうステージは本当初めてなんで、私たち自身も楽しませてもらいました。
はい、私たちもね本当に楽しませていただきました。そしてなんと今年11月に念願の初 CD を発売されたんですね。はい、はい、どうでしょう、初めて CD を販売されて。もう本当に長かったなとも思うんですけど、まあ、CD やっとできたってもう本当達成感まずあって本当に嬉しい気持ちです。今メンバーは何人いるんですか？今は16人で活動しています。今日は15人でステージをやらさせてもらいました。どうですか、メンバー仲いいんですか？はい、もうとっても仲いいですよ。本当にふざけ合ったりもよくしますし。女性同士はいろいろ大変じゃないですか？いやいやいや大丈夫、まだ女子、まだ女性までは行ってないかな。みんなで本当に仲良くやってるんですね。はい、はい、さあこれからはどんな活動をする予定なんでしょう？終わっています。これからはですね、大井田町さんが、そうですね、あー、まあ詳しくはあんまり、ま、皆さんFacebook などオフィシャルウェブサイトもやっているので、そこもまたチェックして私たちのステージ見に来てください。なんか目標とかありますか？目標、やっぱり皆さんにこの私たちの KSG という存在をもっといろんな人に知ってもらうことと、笑顔と元気を届けられたらいいなって思っています。はい、これからも期待してますね。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。 KSG 神山シャイニングガールズの皆さんでした。ありがとうございます。